セブンスターミニチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回、ミニの市場インプレッションを、担当いたします。ミニ神戸東屋の石川です。よろしくお願いいたします。今回はこちらのミニクーパー SE を実際に乗って見ていこうと思います。それでは行ってみましょう。ではミニ SE の試乗に行きます。それではエンジンスタート。あ、これはEV なんでエンジンじゃなくてパワーですね。パワーオン。それでは試乗に行ってみましょう。一応、この川沿い上がって山手の方に上がっていこうと思います。今回乗っているミニはミニクーパー SE で、サイズが全長 386cm、 全幅が 175cm、 天高が 146cm になります。搭載しているモーターは最高出力 160kW、 218馬力、最大トルク 330Nm となっております。0-100 の加速がこちらの SE で 6.7 秒となっておりますので、6秒台なのでかなり気持ちのいい加速感が体感できると思います。バッテリー容量は54.2kWh なので、約、400km ぐらいですかね、走るような、バッテリー容量となっております。また EV モデルには、この SE の他に E というモデルもありますが、そちらは最高出力 135kW、 184馬力、最大トルク 90Nm、バッテリー容量が 40.7kWh になるので、こちらの方は約 300km 走行可能となっております。クラシックトリムになってますので、シートなんかは、ブラックとブルーのコンビネーションになってます。肌触りもすごい質感がいいものになっています。でダッシュボードのあたりは、こちらも黒なのでちょっと分かりにくいですが、こちらも、新しい素材の、ニット調のものになっているので、すごく、質感がいいものになっております。また率直の感想ですけど、すごく、乗りやすいですね。なんか電気自動車の、勝手なイメージでブレーキ回生の関係でもっとこう乗り心地ギクシャクするのかなと思ったんですが、すごく、スムーズに加速して、またブレーキングも、すごく、スムーズにできるので、とてもガソリン車からのお乗り換えの方でもすごく馴染みやすいんではないかと思います。ミニには、モードの切り替えがあるので、こちらのシフトレバーのところですね、ちょっとちっちゃくて見にくいんですが、 D が普通のドライブモードと B の、ブレーキ回生のモードがあるんですが、これを下に入れ替えるとブレーキ回生のモードに切り替わります。ブレーキ回生のモードにすると、いわゆるワンペダル走行になるので、ペダルを離すとブレーキがグッと、かかるので、その辺はちょっと慣れが必要にはなるかなと思います。ミニの、走行モードですが、先ほどこの、Dレンジと、ブレーキ回生モードですね。でこちらの一応、ドライブ Dレンジでもブレーキ回生はかかってるんですが、これの今の状態を見てみると、このアダプティブになってます。アダプティブっていうのは、車速だったり、ブレーキの、アクセルなんかに連動して、ブレーキがかかるので、いわゆる耐熱機関のガソリン車と同じような感覚で乗ることができます。逆にこれを、とても、この高いなんかにするとペダルを離すとかなり低回生ブレーキがかかります。この
辺は慣れてきたら、まあ、好みで、変えていただければと思いますが、通常はこのアダプティブがかなり運転はしやすいのかなと思います。今のミニには、先ほどの、ブレーキ耐性の、B モードなどの走行モードとは別に、車の、まあ走行モードだけではないんですが、いろんな車の、状態ですね、変えれるこのエクスペアレンスのスイッチっていうのがついてきます。これで、7種類ほどですね、いろんな、のバージョンを変えることができます。この、ゴーカートモードにすると、まあ、いわゆるゴーカートのようにキビキビ走るモードになるので、アクセルが少しちょっとこうよりダイレクトになって、とてもこう楽しい運転ができます。で、またちょっと別の場所で加速した時の音とかを聞いてほしいんですが、今そのスピーカーから、ちょっと特殊な電子音が聞こえてくるので、まあ、それがとてもこう心地いいこう加速感をこう体感することができます。この他にも、このレバーをどんどん切り替えていくと、このコアというのが、普通の通常の標準のモードですね。で、これをまた下にしていくと、グリーンモードはいわゆるエコな走行を心がけた、運転になるので、先ほどのゴーカートに比べるとアクセルを踏んでもそこまでこうグッと加速したような感じにはならないです。こちらの、ミニクーパー SE は、電気自動車になるので、床にバッテリーが、敷き詰めてあるのでとても、低重心になっており、よりガソリンの車に比べるとより安定感があるように思います。しかしながらこういうハンドルのクイックさであったりとか、アクセルのレスポンスの良さで、まあ、いわゆるミニのゴーカートフィーリングというのが体感できるようになっています。で、まあ、感じることは、まあ、電気乗車ですごく静かで、モーターのパワーはすごい力強いので、なかなかこう街中ではアクセルワークが難しいのかなと思ったんですが、ミニはその辺はすごく、スムーズにセッティングされているので、初めての電気自動車の方でも乗りやすいのではないかなと思います。試乗インプレッション、いかがでしたでしょうか。実際に、ミニ乗ってみないとちょっとわからないなという方は、ぜひ、こちらの SE、ミニ神戸東灘に試乗車ご用意しておりますので、実際に皆さんも乗ってみて、体感していただければと思います。最後まで、セブンスターミニチャンネルご視聴いただき誠にありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録、高評価のいいねボタンよろしくお願いいたします。ミニクーパー